今日ご紹介するのはDon't Look Up という映画です。2021年アメリカの映画で Netflix で配信されている映画でございます。監督脚本はアダム・マッケイ、そして出演はレオナルド・ディカプリオ、ジェニファー・ローレンス、メリル・ストリープ他でございます。こちらの映画ですね、地球滅亡の危機が炙り出す現代社会の危うさということで、まあどんなお話かと言いますとですね、天文学者のランドール・ミンディ教授、これはディカプリオ演じるランドル・ミンディ教授と、教え子の大学院生ケイトはある日地球に衝突する恐れのある彗星を発見するんですね。でこれは大変なことだということで、NASA と協力してオーリアンアメリカ大統領に調査結果をこう報告しに行くんですね。このままだと大変なことになりますと。ただ大統領はですね、次に控える中間選挙のことで頭がいっぱいでもう無関心なんですね。このままではいけないということで、2人はですね、真実を伝えるため朝のワイドショーにも出演するんですが、面白おかしく番組で扱われてしまうっていう、そんな始末なんですね。まあどうにかしてこう人類に警告したいと考えている二人なんですが、全てがうまくいかず、彗星が地球に衝突する瞬間が刻一刻と近づいているというお話なんですが、これこういう話をしときながらコメディとして作られている映画なんですね。まあ現代社会の危うさを痛烈に皮肉りながらもこうダークコメディ映画に仕上げた、まあ異色作なんですね。まあ本当に出てくる人々がすごくて、もちろんその天文学者の2人もそうですし、まあ選挙のことしか考えていない政治家、あとはどんな状況もビジネスにしようとする実業家、そしてゴシップしか取り扱わないメディア、そして SNS で自分が信じた正義だけを振りかざす人々と。で、このフィクションに登場するイカれた人々っていうのは全てこの現実世界に存在するものだと僕はこの映画を見て思いました。まあこの、映画の中でこう僕らがずっと見せられる笑えない状況っていうのを、まあコメディで仕上げたあたりっていうのは、このアダム・マッケイ監督、まあ社会派の映画監督で、今までもね素晴らしい映画をいっぱい、撮っておりますが、まあ彼はその社会派のテーマと、ちょっとこう笑えるものっていうのをね、こううまく融合させる天才なので、今回もそれが、存分に発揮されてたのかなと思いました。まあそういう異常事態っていうのをコメディで描かれるからこそ、こう見ていると心の中にこう恐怖がじわじわとこう侵食してくる感じがあるんですね。見てるときはこう笑ってるんですけど、なんかこうどんどんこう奇妙な恐怖が広がってくる感じがありました。まあ今まで数多く地球滅亡系映画が、まあ、存在しますが、まあこれが一番実はリアルを描いているんじゃないかなと、この Don't Look Up を見て、僕は感じましたね。で、まあ、このアダム・マッケイ監督は、もともとこの気象変動の問題から着想を得て、本作を思いついたとインタビューで語ってるんですね。気象変動っていうのはずっと言われてるけど、やっぱり人類はまだ何も、大きな動きを見せようとしてないっていうところから着想を得てるんですが、まあその脚本を書いてる時にコロナが広がっていくんですね。パンデミックが起こるんですね。で、そのパンデミックを目の当たりにした監督は、元々の脚本からクレイジーさを 15% 上乗せして書き直したってインタビューで答えてるんですね。まあそこからも分かるように、まさにこの現在進行形の世界の課題っていうのがこの映画には投影されているんじゃないかなと、思いました。このお話の面白さ、誰もこう信じてくれない中でどういう風にしていくかっていう展開の面白さ、コメディとしての面白さ、いろいろあるんですが、やっぱりこの超豪華俳優陣っていうのも、見どころでございます。出演者のうち5人もアカデミー賞を受賞しているというね、これだけの人々を出す、やっぱそういうのができるというのはネットフリックスさすがだなと思いました。まあ主役の2人はね、もちろんいかにもアメリカらしい大統領っていうのをね、メリル・ストリープが演じてるんですね。彼女はもう本当に誰が何と言おうとね、アメリカを代表する名俳優でございますが、今回もコメディの中で暴れてくれてます。そしてその息子、典型的なポンコツがいるんですけど、それを演じたジョナ・ヒル、ぶっ飛んでて非常に素晴らしかったですね。で、まあ僕はこの Don't Look Up の中で一番こう印象に残ったのは、不気味な実業家を演じたマーク・ライランス。これはちょっとね、恐ろしいぐらい非常にハマってました。結構他のキャラクターはこういう人のことを言ってるのかなっていうモデルがなんとなく想像つくんですが、この実業家は特定の誰かっていうよりかは、やっぱ
ぱその資本社会の中で何でもこうビジネスに考えようとする、でそれを何の、悪気もなくて本当にそれが正しいことだと思ってやっているという、そういう実業家をマーク・ライランスが演じてるんですが、このキャラクターは非常に不気味で、僕はあのこの映画の大きな深みを作ってるんじゃないかなと思いました。あえて全てのキャラクターに 100% 感情移入させないことで、まあこの現代社会のカオスっていうのを、この映画は描いているのではないかなと思いました。まあこの映画コメディ映画ならではの衝撃の展開の連続なんですが、この映画終始この物語であなたは本当に笑ってていいんですかとこう語りかけてきてるような気がするんですね。コメディ映画でありながらそれはちょっと本末転倒なんですが、その居心地の悪さみたいなのがこの映画の最大の魅力なのかなと思いました。今までに見たことのないこのコメディ映画を見てあなたは一体何を考えるでしょうか。今日ご紹介したのは Don't Look Up という映画でした。